はい、こんにちは。今回はね、トヨタのラブ 4J というね、ものでして、まあ、ラブ4にもね、この2代目に関しては、2代目じゃない、初代同様、ラブ4にも、4ドアのロングのタイプと、4ドアタイプと短い、タイプのがありますが、これはロングの方の、タイプになります。ロングだと、ラブ 4L というふうにね、なって、2代目からちょっとこう、読み、写真名がちょっとこう変わって、独立して変わったんですね。で、これは、ラブ 4L でして、21世紀をリードする都会化高性能 SUV をコンセプトにする。で、トヨタのコンパクト SUV がラブ4。2代目となるこのモデルは、新開発のプラットフォームやエンジンなど、様々なニューアイテムを採用。従来のモデル同様に、販売店とグリル形式の違いによって、L と J の2タイプのモデルが、存在しているんですね。で、搭載されるエンジンは152馬力の 2L 直四 DOHC 直噴と125馬力の 1.8L 直四 DOHC の2種類で、ともに可変バルブタイミング機能付きサスペンションはフロントストラット、リアトレーニングアーム式 WBC ボーン、起動方式は 1.8L、エンジンが組み合わされると FF2L エンジンのトルク分解型フルタイムフォールドに、ブレード展開は G5 ドアのボディに形状に変化はなく、X、リアルスポーツと 4W モデルのみに設定されるワイルドスポーツの3体。X には本革向きスタリングがオートエアコンが標準となる G パッケージもになっていますね。で、リアシートはダブルフォーディングの5対5分離可動式スライド機能を備え、安全設置としては全車にリアルエアバッグ EBD 付き ABS。ブレーキアシスト、プロディッショナー&フォースリミッター付きシートベルトが、まあ、標準で設定されていますね。で、これの価格としましては、一番お安いものとして、ラブ4の LXG パッケージ、これが169万8000円から、最も高いものとなりますと、お目に当たるかと思いますが、ラブ 4L ワイドスポーツ236万8000円でございます。で、この2台ぐらいの車としては燃費が急にぐんと良くなりまして、リッターが、街乗りでのリッターが 14.4 から、14.4 から15だ、まあ、リッター14から15ぐらい走るということですね。ですから、まあ、結構、走りも、燃費も、良くなりましたね。前までのね、まあ、ちなみに先代のラブ4の、まあ、燃費というか、初代のラブ4の、燃費は、まあ、これも、まあ、悪くはないんですけどね。11から 12.6 キロまで、まあ、走っていましたが、このラブ4で一気に、14から、まあ、10リッター15まで、ね、走るんだということでね、さらにこう燃費がこう改善されて、走り込んでいるというところが、まあ、非常に良くなりましたね。で、これはシークの、ミニカーでね、なかなかシークか、ミニカーとなっていて、まあ、なかなかこう良い、感じに仕上がっているところあたりがいいなというふうに思います。で、ここに、シークはこういうふうにスペックがこうね、裏側にこう表示されているところあたりがなかなかいいんですね、このメーカーはね。で、そして、まあ、これらの車として、こうやってドアを開けますと、このように内装がね、よくできていて、非常にね、こう、喜ばしいね、車にこう仕上がっていて、なかなかこう、いいですね。で、ちょっとこう、使い込んでるので、まあ、あれですね、こういう風な状態にはなってしまっておりますが、
まあ、なかなか悪くはなく非常にいい車に、なってるなといったところをこう感じますね。こういう車というのもね、ないでいいですね。最近ラブ4はしばらくこれを機に、まあ、製造中止してたんですが、新しいラブ4が出てきて3代目が出てきました。まあ、初代のラブ4というのは、まあ、トミカにもありましたけども、まあ、キムタクがね、宣伝をしたことで、まあ、有名になったんですけども、まあ、なかなか若者向けの車というのはね、トヨタはまあ何回もそれに挑戦してはいるんだけども、どうしてもこうトヨタっていうと年配向けの方の車っていうのが多いので、どうしてもこうおじさん臭い車になっちゃうんですね。でそんな中でラブ4が90年代の時に若者向けの車として、出したら、結構ヒットして売れに売れたんですね。で、2代目をこれ出して、でその後しばらくずっとなかったんですが、最近になってラブ4が、新しいのが出てきましたね。まあ目つきがよりこうシュッとしてよりこうかっこいいデザインには、なっておりますけども、まあなかなか、このラブ4もね、いいんではないかなというふうに思います。どうもありがとうございます。